や、君も散歩中なんだな。ここは城の領土じゃないんだし、気をつけてね。なんだったら俺が護衛してあげようか。君との旅に慣れちゃうと、一人での旅がつまらなく思えてくるよ。誰かと一緒だから旅が楽しいのか、君との旅だから楽しいのか。や、君も散歩中なんだな。ここは城の領土じゃないんだし、気をつけてね。なんだったら俺が護衛してあげようか。君との旅に慣れちゃうと、一人での旅がつまらなく思えてくるよ。誰かと一緒だから旅が楽しいのか、君との旅だから楽しいのか。いや、なんだか急いでるみたいだけど、どうしたの？そんなに急いでどこに行くのか教えてほしいな。俺？君に探してもらえるなんて光栄だな。そんなに急がなくても俺は逃げないぜ。髪まで乱れちゃってるじゃないか。俺の手でよかったら溶かしてあげるよ。あなたが大人になって、この家から出ても、たまには私を思い出してね。今はこうしてずっと一緒にいる。でも、これからもずっとじゃないわ。ええ、そうね。でも、それは悪いことじゃないわ。私はね、あなたが大人になって素敵なレディーになるのが楽しみなの。
そんなこと言わないの。大人って悪いことばかりじゃないわ。大人になったらいいことだってあるのよ。あるわよ。素敵な出会いがある。あなたのことを一番に思ってくれる人が現れるわ。そしてあなたもその人のことを一番だと思える。そんな人と出会える。私はいいの。ずっと一緒にはいられない。いつか順位は変わってしまう。でも素敵な出会いがあって楽しい毎日を送っても、私のことたまには思い出してね。私はね、一番じゃなくてもいいのよ。霞んでしまってもいいの。たまに懐かしんでくれたら、それでいいのよ。Thank you.
あなたの世界は私なのね。そうかもしれないわね。私もそうだったらいいなって思う。大人になるまでは子供だから。君は何か趣味ってある？いきなりごめんな。この間知り合いとそんな話をしてね。それで君には何か趣味があるのかなって思ってさ。俺は特に趣味ってないんだよな。アウトドアは趣味っていうより生活の一部だし、つまんない男だぜ俺って。旅は俺にとって人生そのものだ。だから趣味っていうわけじゃないんだよな、残念なことに。偶然だね。君と会えるのって偶然でも嬉しいよ。偶然じゃなかったらもっと嬉しいんだけどね。夜っていいよな。周りは静かになるし、鍛錬相手が遊びに来てくれるしさ、いいことずくめだぜ。え、誰のことかって？ああ、刺客が遊びに来てくれるんだ。あんまりにも弱いとイラってきちゃうけど、それなりの腕だと楽しい。運動代わりにもなるし、退屈しのぎにもちょうどいいんだ。
夕焼けって好き？なんていうか、そういう顔をしてたから。嬉しそうに夕日を見るなんて、うちの陛下くらいだと思ってたよ。あれ、なんだか元気がないな。どうかしたの？俺でよかったら何でも相談に乗るぜ。どこの迷子だろうな。君をそんなに悩ませるなんてさ、ひどいことするよな。でもそいつも悪気はないんだと思うぜ。やあ、君も散歩中なんだな。ここは城の領土じゃないんだし、気をつけてね。なんだったら俺が護衛してあげようか。お疲れ様です。お疲れ様です。本当に随分とお疲れのようですね。私たちは平気です。私たちは慣れていますから。そうですね、あなたは慣れなくてもいいかもしれません。あなたは慣れなくても許されます。慣れたくないなら慣れなくてもいいと思いますよ。わかりません。私たちは許されないから慣れたのではありませんから。混乱させてしまいましたか。申し訳ございません。私たちは説明が下手ですから。申し訳ございません。お疲れのところを引き止めてしまっていたんですね。申し訳ございません。慣れない服を着ているせいで余計疲れているんだと思います。着替えられたらどうでしょう。その格好ではゆっくりくつろげないでしょうし、着替えられるのが良いと思います。そうですね、確かに普段着のように着慣れていませんから。息苦しいと感じるのも仕方ないかもしれません。そんなことはありませんよ。私たちは息苦しく感じませんから。普段の服とあまり変わりありません。帽子がない分動きやすいくらいです。動きにくいとまではいきませんが、動きを制限してはいると思います。大丈夫ですか？とても疲れておられるように見えますが。部屋で休まれた方がよろしいのでは？仕方ありません。会合というのは無意味なものが多いですから。意味のない会合がほとんどです。何か決まることは滅多にありません。そうかもしれません。よく陛下たちは面倒だとおっしゃっていますから。ですが
会合に参加しないわけにはいきません。それがルールですから。陛下たちが役好きの方が参加されるなら、私たちも参加しないわけにはいきません。協定で揉め事は禁止されていますが、絶対に安全なわけではありませんし。あなたは意味がないものがお嫌いなのですか？無意味な会議は面倒なだけだとおっしゃっていました。それに意味がない会合や協定があまりお好きなようには見えません。ですから意味がないものが好きではないのかと思いまして、無意味なものには価値がないと思っておられるのかと。そうですか。それはとても残念です。意味がないものが嫌いということは、この世界の大半を許せないということですから。この世界は無意味なものがほとんどなのです。ほとんどが無意味なもので構成されています。そうです。ほとんどが私たちのような役なしのカードばかりなんです。意味のあるものはほとんどありません。あなたには分かりづらいことかもしれません。ですが事実です。この世界は意味のあるものより無意味なものの方が多いんです。あなたは無意味なものがお好きでないんでしょう。それはこの世界がお好きでないと言っているのと同じなんです。理解できませんか？申し訳ございません。やはり私たちは説明が下手で。申し訳ございません。あれ、散歩中？妙なところで会うね。最近は迷ってると必ず君に会う気がするな。これってどういうことだと思う？俺って騎士だから、子供とか動物とかに好かれちゃうんだよね。でもあまり気が乗らない時にじゃれつかれるとちょっとだけ八つ当たっちゃうんだよ。俺もまだまだ未熟だよな。ぼーっとしてどうかしたのか？本当にどうしたんだ？なんだか元気ないように見えるけど。ただいま。今回も長い旅だったぜ。で、君は今から出かけるの？そっか、残念だな。できるだけ早く帰ってきてくれよ。君に聞かせたい話がたくさんあるんだ。ここが俺の部屋。久しぶりにたどり着いたぜ。
何がおかしいんだ？うん、そうだよね。やっとお招きできて嬉しいよ。君の部屋に招かれることはあっても、俺の部屋へは招待していなかったからな。申し訳ないと思ってたんだぜ。まあ初めてだろうね。君が俺のストーカーで勝手に侵入していたとかでない限りは。早く着きたいってせっかちなことを言ったのは君だろう。俺はのんびり行こうぜって言ったのに。そんなに一刻も早く俺の部屋に着きたかっただなんて。旅はいいぜ。旅は手間と時間をかけて楽しむものさ。城の中だろうと外だろうと、当てどもない旅っていうのはいいものだ。俺が迷うからだよ。俺に案内なんかさせたら確実に迷う。自分で言うのもなんだけど、たどり着ける可能性は低いね。やだな、そんなことしたらすぐに着いちゃうじゃないか。俺は楽しかったぜ。君は楽しくなかったんだ。体力ないな。俺は楽しめたぜ。いつもの旅よりはだいぶ短かったけど、君との旅だ。ああ、君との旅だから余計に短く感じたのかもな。そんなに疲れちゃったんだ。じゃあ休んでいけばいいよ。ゆっくりしていって。それでどうかな。
初めて来た感想は。そういう反応が来ると思ったよ。仮面が不気味？どこら辺が気に食わないんだ？大した意味はないぜ。仮装用に作られた飾り物だ。見て楽しむだけの飾りだよ。何にも。これはただの飾りだよ。深く考えてかけているわけじゃない。それより立ち話していないで座ってくれよ。お茶を用意する。確かだいぶ前のだけど、いい茶葉が。なんだか楽しそうだな。何か楽しいことでもあったの？俺にも教えてくれると嬉しいな。ん？ああ、君か。こんばんは。もうご飯は食べた？まだなら一緒に食べようぜ。いやー、君と会えてよかったよ。このままだとまた保存食を食べることになってたからね。食堂ってどっちだっけ？やあ、君も今から夕食？よかったら一緒に食べない？ほら、この保存食とか結構いけるんだぜ。それ何ってリゾットだよ。お湯を注ぐだけで食えるんだ。最近ハマっててさ、3食これなんだぜ。